今回の旅で驚いたことは、まず1点目は八王子駅前の変貌です。ソフォーがクレオに、そして東急スクエアができていました。2点目は当時住んでいたところが駐車場になっていました。本当にとても残念でした。また今回の旅に使ったアドレス V125 の素晴らしさにも改めて触れることができました。エンジンは空冷液単気筒2バルブの何の変哲もありません。しかし交通の流れを邪魔することもありませんし、低燃費です。この小さなボディとエンジンで 531km を何事もなく走れるタフさ。ちなみに真夏のいろは坂でも全くへこたれません。買い物からジムカーナもどき、ロングツーリングまで今まで乗ったバイクの中でトータルで見ると最高の1台です。